イケメン入りまーす。シュドン超絶イケメンです。超だね。今日はね、まあ、あるテーマをね、ちょっと語りたいんだけど、それはね、なぜ人は YouTuber になるとバカになるのかっていうね、YouTuber になるとバカになるのかっていうね、ことをね、この陰分万華鏡の、競争、スバダー競争が語ります。どういうことかというと、今もう活動してないけど、ちょっと前までさ、全チャンネル合わせて500万人ぐらいいた YouTuber がいたんだけど、名前言わないけど。まあ、まんまとね、2回連続やらかして消えましたけど、まあ、彼とかさ、あとも彼ほどじゃないけど、大きいチャンネルのやつでさ、まあ、あれも何回もやらかして、まあ、消えましたけど。あ、何なんすかね。なんかその、みんなに共通していることなんだけど、まあ彼らだけじゃないんだけどさ、その、そういう考えに至っちゃうやつなんだけど、その、YouTube でさ、その数持ち始めるとさ、なんだろう、YouTube 界っていう世界があって、そこはもうなんだろうな、治外法権、一般の法律が及ばない治外法権国家が出来上がってるみたいな勘違いをする奴らがいるんだよね。YouTube 界っていう世界、一般の法律は適用されない。数さえ持ってれば法律もねじ曲げられるぐらいの勘違いをしたい。ほんと、治外法権、に自分が住んでると勘違いしてるようなバカが出てくるんだよね。で、これ大物小物関係なく言います。例えば普段さ、その、一般の生活、まあ、学校とか会社とかでさ、面と向かって悪口言わないでしょ。お前バカとか死ねとか言わないでしょ。でもさ、YouTube とかになると言うやついるじゃん。例えば何十万人とかになったやつがさ、その、登録者1万人のやつとかをさ、その、お前勝ちね死ねバカとかクズとか言うじゃないですか。動画とかコメントで。なんなんすかね、あれ。治外法権の、権利でも得てるんすかね、本当に。バリバリ一般のさ、バリバリ一般社会の法律適用されるけどね。YouTube 界とかないから、そんなの。YouTube も一般の社会だから。バリバリ法律適用されるからね。なのに、まあ、彼らは勘違いして、まあ、自分は数があるから、法律をもうねじ曲げられる。何を言っても何をやっても許されると思ったんでしょうね。その結果どうなったかっていうと、まあ、チャンネル失い、逮捕され、社会復帰もできないみたいな、なっちゃうんで、不思議なんだよね。で、俺、なんかね、ちょっとね、あることに気づいたんだけど、その手のパターンのやつだってね、まともな社会人経験ないよね。やっぱまともな社会人、まともな社会、まともな会社で、もうまともな一般的な常識とかに沿ってさ、生活をしたことがないんだろうね、きっとね。例えばまあ、名前言わないけど、そのね、連続でやらかして捕まっちゃったやつとかそうだけど、多分働いたことないんじゃないかな、普通に。ではもう、YouTube でもう何百万人って数手にしたからもう治外法権だ、つってさ。俺はもうロシアの外交官だ、みたいな感じでね。駐車違反もスピード違反も取り締められないぞ、みたいな勢いで。勘違いしちゃったんだろうけど、治外法権じゃないから、YouTube 界は。ロシアの外交官じゃねえから。まあいつらも追い出されたけど、やりたい方でやったらさ、捕まるからね。本当に。まあ、捕まっちゃってるけどね、あいつらね。だからそのね、治外法権じゃないよ、YouTube 界は。一般の法律がバリバリ適用されるから。日本法治国家だから、内閣総理大臣だってやらかせば捕まるからね。田中角栄さんはそうだけど、被告になったけど、内閣総理大臣が捕まるのに、無職同然の YouTuber ごときが捕まらないね、道理がないんですよ。で、たまたま今日ネットサーフィンじゃないけど、YouTube をさ、いろんな見てたんだよね。見たら、その、当時数百万人いた、やっこさんのチャンネル出てきて、ああ、こんなのいたなと思ってさ、ね。やらかさなきゃ、今も、もう金ね、もう腐るほど入ってきたのにさ、図に乗ってバカやってさ、人生転落したからね。だからまあ、なんだろうな。これから YouTube やりやすとかもそうだけど、結構ありがちなのはね、登録者1000人超えて収益化したあたりでね、ちょっと分かれていくんですよ。俺みたいに登録者1000人超えようが、2000人になろうが、まあ、自分のことクズだカスだと思ってるやつもいれば、1000人超えた瞬間にさ、もう枝分かれ。俺は、
まあ、役者で売れなかった期間もあったしさ、まあ、俺の友達も登録者は今80万人いるけど、全然変わんないのよ。人間性とかも。うん。登録者は8万人から30万人か80万人になっても、その友達は何も変わんないの、人間性とか。常に謙虚で低姿勢なのね。うん。普通に法律に沿って生きてるからね。でも、バカってやつはさ、こうやって分かれちゃうんだよ。俺らはこっちに行ってもこっち行っちゃうのよ。数を持てば、俺はすごいんだ、みたいな。俺は何をやっても許されんだって。うん。もう、ロシアの外交官だと。うん、違い方権だみたいな。俺には法律って適用されてんだみたいな。それね、底辺 YouTuber でも起きるからね、それ。うん、前ね、あちゃこちゃにいたんだけど、登録者1000人超えて収益化したから知らんけど、いろんな、数百人の YouTuber のコメント欄に現れてはさ、何お前趣味で終わんのみたいな。うん、収益化の手伝いしてやろうかみたいな。うん。俺が手伝えば収益化できるよみたいなこと言ってるやつはいてさ、いや、お前なんかに何かできるねみたいな感じで、そうね、普通に考えて、普通に考えた方がいい。普通に。何もともと普段、さえねえさ、まあ、日雇いの派遣社員みたいなやったりとかすんじゃん。自分に1000人とかファンができたら、勘違いして気持ちが大きくなるんだろうけど、大したことねえから。1000人、2000人、誰でもいけるからね。俺が言ってんだからさ。うん。俺でさえ2600円ぐらい行っちゃうんだから、うん。俺さ、俺みたいな歌詞でさえ、だからね、1000人、2000人当たり前だから、ああ、そんなんで調子に乗っちゃダメだし。うん、8万人になろうが、30万人になろうが、100万人になろうが、調子に乗っちゃダメ。ああ、普通にね、YouTube 変えたら世界ないから。うん、ロシアの外交官にはなれないから。うん、やらかせば捕まるからね。うん。ほんとね、YouTube 始めるとね、頭がバカになるやつがいっぱいいるんだなと思った。うん、いっぱい捕まってるでしょ、YouTuber でも。数、増えてきて調子に乗ってやらかしてさ、うん、何百万人とか登録者行ってさ、もう、ほんともったいねえなと思って、あいつなんか。うん。あいつにまともなね、社会常識があれば、今頃、まだバンバン金稼いだんだと思うけど、うん、まともな社会人経験がねえからかな。まあ、あんなになっちゃったけどさ。うん。ほんと、YouTube 始めるとバカになるから、みんな忘れないで。うん、YouTube 界なんてないから。YouTube も一般の社会の法律が適用されるからね。うん。ダメだよ。10万人になろうが、20万人になろうが、100万人になろうが、1000万人になろうが、悪いことしたら捕まるからね。うん。それは言っとけよ。うん。ほんともったいねえなと思って、あんな何百万人もね、登録者いてさ、もう、ファンもめちゃくちゃいてさ、うん、次乗ってね、犯罪やって捕まっちゃったけどさ、ほんともったいねえと思ったよ。はい。ちゅうことでね。YouTube 界なんて世界がありませんのでね。うん、YouTube 界も一般の社会なんでね。はい。ちゅうことでね。イケメン帰りますよな。シュッ。